韓国語の実力を高めるためには、まあ、語学の力を高めるためには、普通一般的に言われている読むこと、읽き、リーディングですね。읽き、そして聞くこと、듣기、ヒアリングですね。そして、喋ること、말하기、スピーキングですね。そして、書くこと、쓰기、ライティング。この4つの能力が、まあ、要求されるわけですが、まず韓国語の場合は、やはり、읽き、まず読むこと。ハングル文字がスラスラ読める。これが第一歩だと思います。ハングル文字は、比較的覚えやすいです。集中して勉強すれば、まあ、少なくとも、もう一月あれば十分に読めるようになると思います。읽き。で、イルキーの後は、聞くことが大事ですけれども、日本では、聞くと言っても、なかなかチャンスがありません。まあ、そこで、韓国の、ドラマとか、歌とか、まあ、テープですね。そういったものを最大限、活かすことができるか。そして、聞き続けることができるか。ラジオ講座でもずっと聞き続けるということは非常に難しいですが、聞き続けることのできる能力、これは語学はできる、喋られるようになるという必要条件ですね。根気よく聞き続ける、ドラマを見る、テープを聞く、そういう方法で、ヒアリング、듣기、聞く能力を高める。そして、읽기というのは読むことです。読めば、日本語と文法が基本的に同じですから、そして同時に、漢字語が非常に多いですので、日本の方々は韓国語の翻訳とか読んで訳をするということはかなり上手にできるようになると思います。しかし重要なことは말하기、喋ることです。これも日本ではなかなかチャンスがありません。で、말하기は、一番말하기が上手になったという人は、やはり韓国に何回も行ったり来たりする。特に何か仕事とか、旅行だけじゃなくて何か仕事があるとか、友達がいるとか、必ず韓国語を喋らなくてはならないという、そういう必要性があって、韓国に何回も往復する人は、喋るのが上手になります。どちらにせよ、簡単ではありません。쉽지않습니다。マラソンと同じです。マラソンも最後まで走り抜くためには、いっぺんにビョーッと走って、途中でやめてしまっては、休んでしまったりしてはダメです。コツコツ。少しずつでもいいですから、続ける。継続한다。継続이힘이다。継続こそ力なり。これは語学においても、授業においても、すべてにおいて一番大事なのは、継続するエネルギーがあるかどうか、継続できるかどうかだと思います。
だからまず3年間は没頭、3年間は몰두몰두没頭、집중集中、石の上にも3年、3年間没頭することです。韓国語を3年間没頭すれば、必ず、あ、これは面白い、日本人にとっては学びやすい、頑張ろう、そういう気持ちになると思います。そうしますと韓国の本を訳す、読んで訳す、 100% 完璧に訳せなくても70% ぐらいでも訳せるようになれば大体の意味がわかりますから、韓国の本を読んだ、内容が面白いという、そういう快感が起こります。やればできるんだという、そういう信念を持って継続昆布하는거、継続して勉強すること、これが가장一番빠른早い방법、方法、비결、秘訣、비결이라고생각합니다。3年間没頭する、頑張りましょう。